はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングの藤です。垂れ投げちゃうよー。スプラトゥーン2の動画を撮っていくんですけども、あ、今回は、スプラシューター別注を持ってますね。はい、別注のメイン性のアップ、別注じゃないですね、スプラシューターですね、スプラシューターのメイン性のアップを見ていこうと思いますけども、これはホットブラスターと同じで、あれですね、ブレが生じづらくなるっていう部分なんですけども、まああんまり僕はね、エイム自体が良くない中でこれを使って見栄えがあるのかわからないですけども、とりあえずね、あのガチアサリ、前回と同じガチアサリなので、ちょっとアサリを、まあ、別の武器でやってみるという部分も含め、メイン性能を見るという含め、スプラシューターベッジを使いたいその欲求を解放するという部分も含めてやっていこうと思います。はい、縁側、縁側ね、縁側の方でのススバッツのね、これね、まあ、ブレないはいいんですけど、おお、なかなかマッシブ。相手はブラスター2枚ですね。ブラスター2枚あっちなんだ。まあでも、ラピとホットブラスターでは全然違う武器になるんですけども。にしてもね、やっぱりブラスターが多いってことは、それだけ塗りがちょっと厳しいってことでしょ？それでいいのかしらん？オッケー。とりあえず塗っとこう。ガンガン塗っとく。ガンガン塗っとく、ガンガン塗っとく。で、ここね、この位置が怖いすごく。ラピはね、この位置をね、綺麗に狙ってくるから、ちょぷーん！バカ！お前！あんたトーピードに打つための俺の弾、スイヤーがさな、スイヤー、あ、めてめえ、よし、真ん中らへん抜くよ、なんか後ろいるぞ、へえ、ねえ、あぶない、危ない、危ない、危ない、ちょっと待って、ここからね、一歩前に行かなきゃいけないんだけど、一歩前に行くにはちょっともうちょっと味方とのこのね、連携レーションが必要ですよ、皆さん。もうそういうのね、ちゃんとやっぱ考えないと、あー、変なとこ行っちゃった、ごめん。連携レーション。オッケー。あ、来やがった、こっち。行け行け行け。なるほどね。マイクか。一歩前。一歩前。やっぱ逃げらんねえよ。ここ逃げらんねえよ。逃げらんねえよ。嫌なとこ今投げたね。いいポイゾナ。いいポイゾナだったよ、今あなたは。これね、飛ぶってないんですよ。はい。何があろうと飛ぶしかない。これは。で、ボムを置くしかない。はい。置いたボムが効くんです！2枚持ってっちゃー、あー、頑張れ、取りたい、取る、持ってた、俺今の飛ぶ、飛ぶベッキー、オッケー、飛ぶらシューターベッキーだから、今の完全にこれね、飛ばなきゃいけないですね、皆さん。あ、お前、味方、味方、持ってみてね、俺のこれ塗って、塗りベッチューして、オッケー、投げベッチューで、投げベッチューしながらね、集めたいんだよね、どこにあるんだ、アサリがない、あ、やばい、うおお、頑張れっちゅうしたら、それで終わりだ。ありがとう、あなたのおかげでガチアサリが1個増えたよ、増えたよ、ナイスだ、オッケー、行こうぜ、これさ、こっち、おい、へい、カモン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 、カカカカカカモン、飛べって、飛べばいい、飛べば、あー、やっぱ飛べ、そういうもんだよね、仕方ないよね、もう、やくっさー、あれも言ってくれた、言ってくれりゃね、なんとかないし、もう一回、あ、ごめん、早かった、ナイス、あ、いいね、入れてるね、ナイスだね、これ飛ぶしかないんじゃないの、飛ぶしかないんじゃない、これ、飛ぶよ、これは、あれ、飛ぶよ、俺は飛んでね、君のね、援助をする。ほら、炎上する、おい、炎上する、来たやったぞ、あー、入んないか、なるほど、まあね、今飛ぶべきだったね、みんなで飛ぶべき、スプラシューターベッキーだったね、今これはね、皆さん、そういうスイッチングができるとね、すごく楽しいですよ、このゲーム、あー、ごめん、君がシールドを出すから、急に俺はそうやって牽制で置くつもりしかなかったんだよ、やだね、その、あ、それ消えちゃったか、やべ、味方もやられてるな、やられてるときはちゃんと戻る。なんだ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 
これもこれもきついんですよね。はい、ナイスナイスだから、ここね味方部分はね守んなくてもいいまである。ここで私がね見とく見とくから、なんならはいやっとく、はい知っとくお得納得、はい
バリアに対して、バリアにごめんなさい、当てませんでした。はい、置いてきますね。OK! で、この状態でもう私は攻めに行くよ。はい。OK、そこにいないって思ってきたやつを撃つ。あー、タイミングちょっとずれたね、ちょっとずれたね、今の。ちょっと早かったらな、相手が。こっちにあるんじゃない?ちょっと。こっちで1個作れちゃう。あー、まずい。あー、まずい、これ。あ、まずい、まずい。けけけけけけ。あいよ。あいよ、OK!3 人やったぞ!ということは?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 はい、抑えられた。完璧です、皆さん。これね、別に入れろなんてね、わざわざ入れろなんて言う必要なかった。これ、ペペピピピピ、あー、ナイス。ペペピポでいいんですよ。関係ありません。止めれればいい。そういうものです、このゲームは。はい。勝てばいいんです。別にそのノックアウトしなきゃいけないって書いてないですから。説明書にも。ジャッジ君も言ってあった。えっ、それだから。ジャッジも。ジャッジも。あのジャッジも。言ってたから。これは大丈夫です。あー、いいね。素晴らしい。はい、縁側。OK、縁側ね。よしよしよし。次も、いきますよ、これは。次も勝利で。勝利で固める。勝利で固めるガチアサリ。ガチアサリは勝利で固まる。いいですね。いい表です。さあ、相手には、あ、ノーベッチュ?それ、ノーベッチュはね、これちょっとね、あれ、下がるよ。役が。役が下がるよ。大丈夫?ノーベッチュ。ドラみたいなもんだから。ベッチュって、あー、危ない喋ってたせいで俺の意識がいつ俺の意識がいつもの27フレ遅れてたわ。ギューンって遅れてた。懐かしいな。昔のあのなんかスーファミのさ、アクションゲームとかたまにそれぐらいのレスポンスあって、ポッて押してから 0.3 秒後にあの動き出すみたいな。パラパラリー、あのターちゃんのねゲームがそうだった。めちゃくちゃ操作性悪かったけど、ワイッて音がするジャンプするとタチャパーチって、タチャパーチ。ここでこれがあることで、みんなこういうことが起こるんですから、ちょっとさ、あの、あなた、ちょっと、あなた、これね、入れないとね、続かないんだよ、これ。入れないと続かないの。あなた。入れないと続きやしない。続きやしないのよ。くそ。やっぱね、入れさせてほしい、俺に。あの、ゴールに関しては、マジで。ゴールさん、俺に入れさせて。さあ。ここはいいね、いいとこに投げるね。そのね、そのレールをね、先に自分のものにしちゃうってね、すごくいい戦法なんですよ。実はレール自分のものにしちゃう戦法っていうね、一応。おい、邪魔されたぞ、いけ。あー、まずい、これは。あー、嘘でしょ。ナイス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 。いやいや、これはね、相手のね、相手のちょっと無茶行動だから大丈夫です。これは無視して大丈夫です。はい、大丈夫です。前行ってくれてる?行ってくれてね。じゃあ分かったわ。俺が持ってる。あ、全然、あ、え、あ、全然無理だった。くそ。あ、いけ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 。あ、前行ってないか。いけいけいけ。前行ってない場合は自分で行きます。どこ行った ?OK! ナイス。飛ば。よいしょー。あー、いるんかい。ここそう、それ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 、絶対取る、絶対取る、絶対取る。いけな、ナイス。もう言うことない、もう言うことないわ。あんま言うことない、でももう言うことないわ、これ。ナイス。おら、俺のボムがなんかしたかった。もう、はい、何の影響力もないボムを置きに行きました。いいですね、みんな。なんてアサリを、なんてアサリを入れたがる方々。おお、おお、なんてアサリを入れたがる方々か。あそこの壁を抜けたいんじゃない、私は。あぶね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 。なんだなんだあいつ、なんてやろうだあいつ。そう、入れた、大丈夫、大丈夫、負けない。そっち後ろにいるからね。ちょい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 、お前そこ。よし、オッケー、やったから。あー、それまずい、それ超絶まずいぞ。まずポス、まずポス、超絶まずポス。それは、あー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 、嘘だろおい。あー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 、まずポス。今のは完全なるまずポス。俺がダメポス。
俺の行動がダメボス。あそこでやられちゃダメボス。あとね、やっぱね、なんかこう最近思う、味方依存の動きをしてる。味方に前に行ってほしいなとか、そういうのはよくない。そういうのはやりましょう。弱い波にしゅう。はい、コンブトラックのガチホコですね。はい、ルールが変わっても私は普通に弱い波にしゅうと言います。はい、集大成を見せていきましょう。まあでもね、分かった人じゃあ打ってこいさ。私が腕前 X になった時に使っていた武器がスプラシューターベッチなんで、はい、これは大丈夫です。あ、ちなみにですね、しれっと私メイン性能を1個外して対物に変えてます。はい、対物にしないと割れないんで、このゲーム。やられてる。あ、終わった、これ。あ、これやられてるか、終わった。やられてるか、終わった。やられてるか、終わった。俺、今ね、俺、しつこかった。俺の今ね、シールドはしつこかった。よくないわ。これ、よくない。前行って倒しに行った人がやられた時点で、俺はもう帰らなきゃいけない。ナイス、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 なんかハンコってる、なんかハンコってる、ハンコってる。おいおい、変わらんぞハンコ。おい、叩くなんかスピードを速くしてやられづらくしましたみたいな書いてあったけど、全然変わらんぞ。おらよ、あ、まいい、行くぜ。俺はもう君の前に出る。オラが目に出る、オラが目に出るけど、目に出る、オラが目に、あー、しゃべる、わらい、シシシシ、素晴らしい、これは素晴らしい、これは素晴らしい。うん、よかった、今のは完璧だった。完璧なる、完璧なる勝利。うん、ありがとう。はい、というわけで今回はスプラシューターベッジを使って、アサリをやった後にガチョウコをやるっていう、そういう感じの日でしたけども、アサリの方、アサリはとりあえずね、まあやりやすくはあるんだけども、やっぱり最近その僕倒しに行かなきゃムーブをしてるんですよ。モミジじゃなかったら、モミジなら塗る、モミジじゃないなら倒さないとみたいな感じになっちゃってるので、だったらブラスターでいいんじゃないかっていう感じに僕自身がなっちゃってますね。はい、ブラスターの方が倒しやすいし慣れてるし、はい、でまあブレス軽減がねすごく強いんですけども、それって普段からスプラシューターをガンガン使ったりする、なんかね、ブレがある状態でジャンプ打ちで戦ってる人が、うわブレなくなった超強いって言ってるわけであって、僕みたいにね、なんとなくこうビエーってやってる人が急にブレがなくなったって言われても別にってなんで、はい、なんでね、まあそこはね、ブラスターはよく感じるので、うわ今のブレてこうちょっと左に曲がっちゃって矢倉の棒に当たっちゃったなみたいな、そういうのあるので、そういうのが、なくなるって考えたら、まあメイン性能を積むのであれば、まあ、ブラスターの方がいいのかな。こっちで積むんだったら他の積んだ方が僕的には戦いやすいかなと思いました。はい、そんな感じでございます。ガチホコに関してはまあ頑張りました。はい、というわけでまた次回も見てください。お疲れ様でした。チャンネル登録お願いします。